明日のゲリラ雷雨情報をお伝えします。太平洋高気圧に日本列島は覆われて、日中は全国的に日差しが届きます。ただ大気の状態が不安定となる関東の北部や西部の山沿いを中心に、平野部でも雷雨の発生確率が高くなっています。また中国山地や近畿の北部山沿いでもこのように雷雨の発生確率が高くなっています。急な雨や雷雨に注意が必要です。今ご紹介した雷雨の発生確率はウェザーニュースのお天気アプリケーションのゲリラ雷雨チャンネルからもご覧いただけます。さらに下に行っていただきますと、ゲリラ雷雨通知、こちらでは発生の30分前にプッシュ通知でゲリラ雷雨の通知を受け取ることができます。急な雨や雷雨に備えて、ぜひこちらのアプリケーションをお役立てください。